中国語カホリンテレビ皆さんあの中国ドラマがユーネクストで見れるようになるらしいですよ皆さんこんにちは清水カホです今回は超久しぶりに私一人ですというのもですね今回皆さんにどうしてもお話ししたいこといやお話ししなければならないことがありましてなんとですね私が去年すごいハマって見ていた中国のラブコメ伝言中の陳千千 日本語ではですね「えー、花の都にとらわれて」このドラマが11月の3日から UNEXT で配信されるそうです多分ね「チョンウェンローラチェンチェンチェン」っていう題名自体は「チェンチェンチェン」っていうのが主人公の名前になるんですねで前が「まあ噂の」みたいな「噂の、うん、噂の」って感じなんで「まあ、噂の」 チチェンチェンンみたいな感じなんですけど英語の題名がついていてあの The of Tiger and Rose、まあ、そこから日本語にしたのかなっていう感じですそれでですねこのドラマが公開される配信されるにあたって今 YouTube でこの1話が無料公開されていますちゃんと日本語字幕もついています でそれを見つけてあこれはしゃべらなくちゃいけないと思って急いで急いで動画を撮っていますこのドラマはですね私がすごい中国のドラマを見て中国語を勉強するのが好きで特に可愛いラブコメが好きっていう話を、まあ、あっちこっちでしていたんですねその時に多分だったらこのドラマ好きだよっていうことでとある人が勧めてくれたんですよ でまあ、ちょっと検索してみてもらったら分かるんですけどちょっとね古代チックなっていうか歴史物の風のドラマなんですねなので見た時にあ歴史物かと思って私その、まあ、日本ドラマでもそうなんですけど歴史物の,のドラマってなるとちょっと言葉遣いとかが変わってくるじゃないですかで私すごい苦手意識があってであんまり見たことなかったんですね現代ドラマばっかり見ていたので 私これ見れるかなと思ってでもまあ進めてもらったしせっかくだからと思って見始めたらめちゃくちゃハマってでもまあ歴史ものっぽいドラマなんですけどがっつりそういう話っていうわけではなくってストーリーで言うと主人公の女の子ヒロインが脚本家なんですねで脚本家の女の子が自分の書いた世界に入り込んでしまうっていうような お話ですでまたその脚本の設定がちょっと面白くってで2つの対立する町があるんですけども一つは女性が優位の立場にある町だから上司とかも全員女性っていうような町で育った上州の娘の女の子と、まあ、そこと対立する今度はこっちは男性が優位な立場にある町だから上司も男性。 のところの上司の息子二人のラブコメになるんですねなので基本的にはすごい可愛くて面白いラブコメなんですけどなんか要所要所で 本当の平等っていうのは何なのかみたいなちょっと社会派チックな内容が入ってきたりもしてまたそこも面白い部分とちょっとこう真面目な部分っていうののバランスもすごいよくってそこもおすすめのポイントです。で物語についてもう少しだけお話ししておきますとこの脚本家の女の子はまだ駆け出しの脚本家さんなんですね。 でその自分の書いた作品で主演を務める主演俳優の男性の方がとの自分の書いた本に、まあ、ちょっと納得してないというか結構ダメ出しされるんでですねでその子はバワってダメ出しされて結構カチンとくるんですけど、まあ、なんとしてもこの作品を仕上げたいとちゃんと形にしたい。 ななぜならまだ駆け出しでお金がないっていうのもあってどうしてもこれ完成させたいっていうことでもう必死になって何とかして彼を納得させなければっていうことでわーって書き直してるんですね。うわーって追い込んで追い込んで書き直してるうちにこう意識が朦朧としてきて気が付いたら自分の書いた世界の中に入り込んでた。 みたいいなこういう感じで始まるストーリーリですでもう入り込んでしまって最初はもう何とかしてこの世界から抜け出そう抜け出そうって考えるんですけれどもなんせねこの子本人が書いてるストーリーなので何が起こるかとか誰が何を企んでるかとかっていうのは全部わかってるわけですよ。なのでこううまいことそれを利用してことを運んでいこうとするんですけども途中で自分が書いた世界とは違うことが起こっていくんですね。 でその時にこの世界っていうか彼らは私が生み出した私が書いたけどでもこの世界で生きてるんだ私が操ってるわけじゃないというのを気づいてじゃあそっから私はどうやって元の世界に戻ろうつまりどうやってこの物語を終わらせようかっていうのを模索するお話です。ちなみにですね私はその主人公の女の子ヒロインが。 この世界は私が操ってるんじゃない。みんなちゃんと生きてるんだっていうことに気づかされるあの七夕祭りのシーンが大好きです。見た人にはわかるはず。で、このドラマ、私は去年その中国語字幕で見てたんですけども、変わっていなければ全24話になります。 でもちょっと長くないと思った方もいはるかもしれないんですけども中国のドラマって結構30話40話とかになってきて本当にがっつり歴史もののドラマってなると全然6070100超えてくるようなドラマいっぱいあるので24話っていうのは全然少ない方なので圧倒的に見やすいと思います。でそういうい意味でも おすすめですまあ余談なんですけれどもこのドラマで主人公を演じてるお二人ヒロインを演じてる女優さんがそういうちょっと古代チックなラブコメに多数出演されてる方みたいですで俳優さん、えっと、男性の俳優さんこの方めちゃくちゃかっこいいです超顔整ってて私はこのドラマを見終わった後にこの俳優さんの作品を立て続けに23本見た気がします。<noise> 一番最近今年の夏にもこの俳優さんの作品が配信されてて私それも見たんですけれどもそのドラマでヒロインを演じていたのが私が以前にネットフリックスで見れるおすすめのラブコメっていうのを紹介させていただいたんですけれどもその動画の中で私がすごい可愛いい愛いと言って推していた「NewRhow」あとの女性の2番手の役どころ を演じてらっっしゃった方その方がヒロインを演じてらっしゃるんですね。でまたこの2人もとにかくラブコメが似合うお二人でこのドラマ自体はすごい王道っていうかのラブコメなんですけども,もとにかく2人がラブコメが似合うから見ててすごい楽しいドラマでした。でしかもこのドラマ今年の夏にやってたんですけれどもなんか ドラマの中の雰囲気とか服装とかっていうのが完全に秋冬のドラマなんですよ。だから今頃に見るのはちょっとおすすめかもしれない。私もちょっと秋冬に見たかったなって見始めてから思いました。だからちょうどね、もし時間ある方いらっしゃいましたら今頃に見るのがおすすめです。で、まあ話を戻しまして私が今回ご紹介しました UNEXT で見れるようになる ドラマ日本語の題名が花の都に囚われてこのドラマ先ほどもね冒頭でお話しましたが第1話が無料で日本語字幕がちゃんとついて YouTube で公開されていますそれを試しに見てみてっていうのもいいですし Unext 見れる方ぜひぜひ11月の配信を楽しみに見ていただけたらなと思いますもしね見て私と同じようにハマった方がいらっしゃいましたらぜひコメント欄とか 私の SNS なななり何なり、教えてししししいいと思まます。一緒にお話ししましょう。私本当にね中国のドラマ見るの大好きなんですけど語る人がいないんですよ本当に身の回りで,で喋りたいけど喋れなくて本当に見たっていう方いたらお話ししたいなと心の底から思っています。シェシェー てなわけで今回はここまでにしますかまたおすすめのドラマとかあったらどん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 これからお話ししていこうと思っていますまた次回もお楽しみに以上清水かほでしたバイバイチャンネル登録と高評価よろしくお願いします